こっちが西でしょうね。こっちが西。ビデオにして。あ、動画だったら見せて。
あ、そうですか、わかりました。そうですね。
何でお父さん
靴？汚れてる？あ、そう、ありがとう。うん。人がいる。ご主は先になりましたね。そうですね、追い越してしまいました。で、皆さん、左の建物はですね、最後の本当にニコラ2世が結婚する前に住んでた宮殿ですね、アニシコフ宮殿と言います。左の建物です。こちらです。
です。これがエルミタージュ美術館でしょ、それが右がエルミタージュ。バスはレストランの前に止まりますので、コードはもう特に必要ございません。サンクトペテルブルク大学をご覧ください。右側、お菓子ですね。あの
閣僚会議が入ってましたけれども、今はサンクトペテルブルク大学が入っています。その大学はですね、16学部からなっており、学生の人数はですね、2万2000人ぐらいか、夜間が通信学生入れて、まあ、2万2000人ぐらいですから、大きな大学ですね。確認してきますから、皆さんちょっともうちょっとゆっくりお待ちください。行ってきます。
乾杯。空、え、動画でしっかり見えてますよ。なんで？かもね。そうですね。渋滞もこういう時はいいですね。いいもんですね。でもここの車、ここの月とか、左側ご覧いただきたいと思いますね。あのエルメタージュ劇場の建物ですね。次の黄色の建物は旧エルメタージュですね。今その2階にはですね、その旧エルメタージュ2階にも西ヨーロッパの絵画、特にあのイタリアのルネサンス美術品が入っていまして、その次の建物は小エルメタージュ、その2階にはクジャホン時にね、さあ最後の建物は今日の宮殿となります。ここさっき言ってたところよ、これ。これ美術館、さっき言ってたところ、エルメタージュ、これ、うん、一周回ってきたわね。珍しくいい天気になりました。ちょっと気温だけちょっと低くなってね、私は家出た時にはですね、マイナス1でしたね。お昼はちょっと2、3度ぐらい、プラス2、3度まで上がると思いますね。皆さんの右歌がありましたから、すぐその思い、その教会見てその歌を思い出しました。あの右側をご覧のか、そのドームは、あの青いドームはですね、星のあの模様がついていますから、日差しが当たれば本当によく光っていますから、星が輝くということになりますね。で、皆さん、今年はですね、日本は大変でしたね。大震災の結果でね、多数の人が亡くなりましたから、でも皆さん、神様のおかげで日本の国民はよく頑張っていただきますね。世界の人たちがみんなびっくりしています。本当にびっくりしていますから、ロシアのマスメディアにもテレビでも、もちろんインターネットでもですね、ラジオでもですね、ロシア人はびっくりしています、感心していますね。特にびっくりしているのは、そのことはですね、日本じゃないとないと思いますけども、略奪のことがほとんどなかったということですね。日本ではなければそんなことがないと、日本だけこういう国民の統一があると思いますから、またいろいろ日本もまたいろいろ頑張らないといけないところがありますから、まだ最後ではないからですね。その原子力発電所のことはですね、またいろいろ悪い結果があるかもしれませんので、どうも皆さん日本頑張っていただくようにお願いいたします。でも大丈夫だと思いますね。日本の経済もですね、困りましたけれども、ロシアの学者が思っているのは、その地震の津波のことはですね、日本の経済の勝手の新しい出発点になると、これからもっと頑張らないといけないということになりますから、経済がもっともっと先より津波、前のよりちょっと良くなると思います。ロシアの学者が思うのはですね。そうですね、えらい無事で
首から上が白で監督の目が黒いよね。可愛いな。ピンクの建物は綺麗ですね。その川の水面には、そうですね、反射していますから綺麗ですね。でも正面にある星がついている教会は三位一体寺院ですね。あのドストエフスキーの二人目の婚礼式があったところですね。アンナとイオクさんとね、二人目の奥さんと結婚した時には儀式がありました。解放が今日の昼はですね、ロシア名物料理であるボルシチが出てまいります。ボルシチの材料は何というものですか、ご存知ですか。ボルシチは何で作るものでしょうか。野菜の名前は何でしょうか。ビーツですね。はいはい。たまに赤カボとおっしゃってるお客さんもいましたから、赤カボと違いますね。赤カボはですね、そうです、それが主な基礎もの材料ですから、ビーツがなければボルシチ作ることができません。ビーツ日本であまり売ってませんね。ちょっと大きなスーパーで缶詰が売ってると聞きましたから。ビーツはですね、寒いのが好きですね。寒い気候が好きですから、暖かいところではビーツ作ることができません。ロシアもちろんビーツはいっぱい作ってね、お店でいっぱい売ってすごい安いです。ジャガイモより安いですね。でビーツでね、ボルシチだけではね、他の料理も作れます。例えば昨日の皆さん最後さよならパーチの時にはですね、何か赤いソース付きの前菜が出てまいります。それがビーツのソースでした。
あと一般的にはですね、ビニグレットという最初のビーツで作る一番有名な料理をボルシチですね。ボルシチはですね、サワークリームと一緒に召し上がりましたら美味しくなりますので、サワークリームまでどうやって持ってきてくれるか言ってみないと分かりません。もうお皿の中にも入れてるかもしれませんし、それとも別の皿で来るかもしれませんので、もし別の皿で来るとしたら一スプーンぐらい入れていただいて、かき混ぜてお召し上がりください。色もちょっとピンクの綺麗な色になり、味ももうちょっとね、きれい、美味しくなりますね。ですね、建築のブームやっています。どこ行っても何が建築中ですか、何を作るか、何を建てるか分からなくなりました。どこ行っても何か作ってるからですね。アパートもいっぱい作っていますが、ちょっと誰が買えるか分かりません。すごい高いからですね。すごい高いですね。1平方メートルだけで、もちろん場所によって違いますけども、1平方メートル安くても4000ドルぐらい。もう US ドルに計算するのも4000ドルぐらいですから、こちらの人たちの給料はですね、平均の給料は1月で1000ドルぐらい、1000ちょっと前後ぐらいですね、1000ドル前後ぐらいですから、1平方メートル4000ドルだったら買える人が少ないですね。バンクオンでももちろん買えますけど、金利がすごい高くて、日本だったら金利は 1.5% か 1% それぐらいですね。でもロシアまで 10% 金利がありますから、アパートバンクローンで買えますすごい高くなりますから、買う人は別の家族が別ベッドルームを使ってても、台所、浴室、ロビーは一緒ですね。こういうアパートはですね、スターリンの時代、1930年代か50年代まではですね、一般の人たちはみんな同居アパートに入って、そんなことは当たり前のことでしたね。別のアパートを持ってたものは特権がある人たちだけですね。というのは、共産党のランクの高い人たちとか、あとスターリンの政策を賛美する学者、建築家の作家とか映画の監督はですね、そういう人たちだけ別国から別のアパートをもらい、一般の人たちは普通同居アパートに入っていました。他の生活が知らなかったからね、頑張っていましたね。結局はですね、1953年にはですね、スターリンが死にましたから、雪解けの時代、フルシオフ時代が始まりました。下落ちした。
ね、周りの。飛行機まで映ってる。